よろこびや、松原慶や松原,也松原は、淡路島の西側、張真灘に面した兵庫県南淡路市松保骨楼から、松保よろこびやにある松原である。国指定の名称。三原川川口北川の砂浜、約2.5キロメートルにわたって、約5万本の黒松林が広がる、継承地である。様々な絵りを見せる、松林内には、1997年に、 地域特産の淡路瓦をふんだんに用いたプロポーズ街道の名の散策路が整備されている。また、針真灘に沈む夕日や遥か沖合に浮かぶ小戸島の姿が美しい。さらに北には兵庫県の郷土記念物に指定された五色の小石が美しい五色浜が続いている。1928年に国の名称に指定。1955年に 瀬戸内海国立公園に指定されている。また、日本の白車聖書百選、日本の渚百選、日本の夕日百選に選ばれている。古くは柿の下の人まろによってこの地が万葉集に読まれている。国民宿舎系の松原層の北側にはこの花火碑が建てられている。江戸時代には徳島藩が所有して松林を育成していたが、第二次世界大戦時に、 食料増産のために一部が開墾されて、王子の規模は失われている。後輩地に松林を抱えた海水浴場は環境省により、2001年に日本の水浴場88戦、2006年に海水浴場100船の特選に選ばれている。7月下旬には花火大会が開催される。松林内にはキャンプ場も設けられている。ありがとうございます。